サギノ製作所公式野球部は東京都に本拠地を置き日本野球連盟に加盟する社会人野球の企業チームである。運営母体は自動制御機器等を製造するサギノ製作所。1958年、サギノ宮製作所の公式野球部、サギノ製作所公式野球部として創部。1969年に都市対抗野球に 1975年に日本選手権にそれぞれ初出場している。2002年9月限りで埼玉県狭山市を拠点に活動している、詐欺の宮製作所狭山公式野球部を解散させ、当チームに統合した。合宿所と練習グラウンドは狭山チームのものを使用することになった。2005年、都市対抗野球の東京地区予選で、 東京地区第一代表決定戦に駒を進めながら、そこから5連敗を喫し本戦出場を逃した。この悔しさをバネに、同年秋の日本選手権では、出場を5回目にして初勝利を挙げると快進撃を、続け、初のベスト4まで勝ち上がった。また、都市対抗野球では32年間本大会で、白星から見放されていたが、2007年の都市、対抗野球では、 初戦で白星を挙げると勢いに乗り勝ち進み、ベスト4まで進出した。2009年の都市対抗野球に出場して、以降は、低迷が続いていた。特に2016年は、都市対抗野球の東京地区予選で2009年以来となる、東京地区第一代表決定戦に駒を進めながら、そこから3連敗を喫し本戦出場を逃す結果に、 終わったが、2018年の都市対抗野球では、東京地区第一代表として実に9年ぶりとなる、本大会出場を果たしている。詐欺の宮製作所鞘山公式野球部は、埼玉県鞘山市に本拠地を置き、日本野球連盟に加盟していた、社会人野球の企業チームである。2002年9月に解散した、運営母体は、自動制御機器等を製造する鞘宮製作所、 1992年、詐欺の宮製作所の鞘山事業所を拠点に、詐欺宮製作所鞘山公式野球部として創部。仕事優先で練習は夜間に限られていた中で、2000年に創部9年目にして、日本選手権に初出場を果たした。2002年9月30日をもって解散し、東京都を本拠地に活動している。 本社チームの詐欺の宮製作所公式野球部に統合された。合宿所と練習グラウンドは狭山チームのものを使用することになった。詐欺の宮製作所狭山公式野球部に関するカテゴリー、ありがとうございます。